今週もいろいろありました、5分でわかる MT 事情ということで、週刊ハムニュースをお届けしていきたいと思います。今回のトピックはこちら、まずはダブルマスターズの定価がいよいよ判明しました。そして SG オープンというイベントが始まるということで、それのご紹介、そしてまあ今週いろいろありまして、禁止カードがいくつか出たんでそれの話と、最後に今週末から、オンラインでのプレイヤーツアーが開催されるということで、それをちょっと紹介していきたいと思います。まずはね、ダブルマスターズ、まあその内容も倍ということで、お値段もねかなりちょっとお高めにはなっているんですけれども、通常版の定価が、36,000円プラス税と、1ボックスに24パック入っているので、1パックの定価が1,500円と、まあ、これはまあ予想の範囲内だったんですけど、まあ、ちょっと予想の範囲をだいぶ超越してきたのがこの VIP 版っていう、あの中身ここに書いてあるんですけど、まあ、フォイルのショーケースレアとかも確定で入っていて、1パックに30枚以上入っている VIP 版がなんと1パック12,000円、一応1ボックスに4パック入ってるっていうその VIP 版なんですけど、かなりお値段も VIP な感じになっているんですけど、まあ中身もねかなり豪華になっていて、まあフルアートの基本土地が結構いいんじゃないかってことで、あの注目を集めています。中身のカードはまだそんなにたくさん公開されてないんで、まあこれからに期待、していきたいなと思います。いやー、この値段設定なんでね、かなり中身に期待はしたいところなんですけど、ちょっとまだ情報があまりできてないんで、まあ、楽しみに待ちたいと思います。で、SCG オープン。SCG オープンってアメリカでずっとやってた SCG オープンがオンラインであると。で、SCG オンツアーオンラインっていうのが、まあ、始まります。ちょっと前まであったチャンネルファイアブルの、マジックフェストオンラインの、まあ、SCG 版みたいな感じで、3つのイベントから構成されていて、チャレンジ、チャンピオンシップ、クオリファーズ、シーズンのチャンピオンシップと。チャレンジで、チャレンジは4回戦固定で、4-0すると、10ポイント、10SCG ポイントをもらえると。で、10SCG ポイントあると、そのチャンピオンシップ、クオリファーズに出れて、で、チャレンジで3-1すると4ポイント、参加で2ポイントなんで、まあ、最低でも5、最低でも最悪5回参加すれば、チャンピオンシップ、クオリファーズに出れると。で、チャンピオンシップクリファでいい成績を取ると、最後のシーズンのチャンピオンシップっていうのに出れて、シーズンのチャンピオンシップは結構賞金も出るという、まあ、オンラインで気軽に参加できる、参加費、チャレンジが20ドルかな、大会になってるんで、ぜひ、参加してみたいと思います。で、まあ、今週一番ちょっと大きめのニュースというか、今週ちょっと大きな意味で2つ禁止カードが出て、まあ、1個目は、そんなに、まあ、当然出るだろうと思われてた、軍団のまとめ役ミノータが、ヒストリックっていう MTG アリーナ専用のフォーマットで、一時停止と、まあ、一時停止ってよく出てくるんですけど、まあ、ほぼ禁止ですね。一応その今後の、出てくるカードによっては禁止解かれるかもしれないけど、まあ、とりあえず使えないということで、軍団のまとめ役ミノータが使えなくなったと。まあ、正直ヒストリックウィノータがちょっと強すぎてメタゲームの上位にもうずっと食い込んでる状態だったん で前回の禁止で禁止されるもんだと思ってたんですけど禁止されなかったんで、まあ追加で禁止という感じですね。で、まあ、右に記載されている7枚のカードが、禁止になりました。これは今アメリカがその、まあ、人種問題とかいろいろな問題ですごい揉めていて、それの一環で、ウィザーズが一応声明を出して、まあ、それに伴い、まあ、差別的な表現を含むカードが、まあ、禁止というか、抹消ですね。で、まあ、使えなくなったということですね。で、ギャザーとかで画像が出るところには、文言が出るようになっていて、これらのカードは使えなくなったと。まあ、ちょっと、日本人で日本に住んでると、そんなに感じないけど、まあ、アメリカの方ではすごい問題になっているということなんで、まあ、それに対応する形での禁止になるのかなと思うんですけど、まあ、十字軍とか、僕が高校生の頃大好きなカードだったんで、ちょっと残念ではありますけど、まあ、これも時代の流れなのかなということで、はい、そういうことです。
で、今週末いよいよ、プレイヤーツアーがオンラインで、始まります。で、今週来週で、2回ずつ、今週、プレイヤーツアー1と2、来週プレイヤーツアー3と4と連続してあります。で、フォーマットは全部アリーナでスタンダード BO3 一緒で、で、2日制のイベントで初日5勝3敗なんて5勝4敗以上か、初日9回戦で5勝4敗以上が2日目に切ると、で勝ち点33以上がプレイヤーツアーファイナルに進出できるって形です。これはそう、普段あまりその、PT に出ていなかったレジェンドプレイヤーとかも、オンラインだったら、まあ、気軽に参加できるから出ようかなみたいな人も結構いるらしくて、でかなりメンツとしてはかなり豪華 で結構楽しみにしてます。PT、普通の紙の PT がなくなってしまったのはすごい残念なんですけど、こういった形でそのレジェンドのプレイが見れるということでちょっと楽しみにしています。で、今週来週どちらも配信があって、今週は、公式の配信をミラー放送で僕しようかなと思っていて、来週は日本版公式があるということで、ね、そちらを見ようと思います。ということで、ダダッと駆け足で紹介してきましたが、今週の、ハマニュースということで、また来週お会いしましょう。ではでは。